どうもラコナンジャーナルの千一です。作業スペースです。ここは日刊現代今年も買ってます。白石麻衣さん、乃木坂だったかな、確か。彼も卒業した人です。五木先生の記事が載ってます。これ流れてます。トンちゃんが端っこに映ってます。これね、また遠いの猫に回ってたんで、ワンピーススクラッチやってみたいと思います。マヒトゥさんは今なんかフジロックの中でやってます。紅白は今年全然見れてません。トンちゃんは遠ざかってます。はい、200円でした。200円です。200円以上なかなか当たりませんね、これね。これブルーハーブの誰か、誰だったっけ。ブログもこの後あげます。去年のなんかいろいろなんか結果予言が当たっちゃったみたいなのねあったんですけど、安倍さんがね辞任するとかオリンピックできないとか、菅さんは多分もうすぐ、それで言うともう辞任かなと。石破さんにもいろいろさ、なんかね、言いたいことはあるんですけど、まあ、なるべく重箱の隅はつつかないようにと。真ん中の方の腐った部分だけに取り除いたら、もう官僚機構とかその辺は残しておくと。そういうことでいいんじゃないかなと思います。まあ、来年やり直しましょう。それでは皆さん、良いお年を。